マサイウジリはカナダのプロバスケットボール役員元選手。北米男子プロバスケットボール NBA トロントラプターズのバスケットボール事業社長を務める。選手としてのキャリア後2002年からオーランドマジックその後デンバーナゲッツのスカウトとなった2008年にはトロントラプターズのスタッフに加わった2010年にはデンバーナゲッツに GM 兼バスケットボール事業の 代表取締役副社長として復帰し、チームのプレーオフ復帰に貢献した。その結果、2013年に NBA 最優秀役員賞を受賞した。その翌年に GM としてラプターズに復帰した。2016年夏には、ウジリは GM の肩書きをジェフ・ウェルトマンに譲り、バスケットボール事業の社長に就任した。その後、ベルトマンの後任として2016年に、 ホビー・ウェブスターが GM に就任した。ウジリは社長としてチームが持続的な成功の時代を切り開くために尽力し、2019年に初の NBA 優勝に貢献した。ウジリはイングランドのボーン・マスでナイジェリア人の一家に生まれた。彼の両親はどちらもイングランドへの留学生だった。ウジリが2歳の時に一家はナイジェリアに戻り、ウジリは ナイジェリアのザリアで育った。病院の責任者で、看護教育者だった父は、デルタ州アビアラ出身のイソコ民族で、医師の母はマチャコス出身のケニア人だった。もともとうじりは、幼少期にはサッカーをしていたが、13歳でバスケットボールに興味を持ち、友人と北ナイジェリアの屋外バスケットボールコートでプレーするようになった。この興味は、 アメリカのスポーツ雑誌や NBA の試合の VHS テープやバスケットボール映画から得たものだった。彼はナイジェリアの NBA スターであるハキーム・オラジュワンに憧れていた。高校に進む際に両親はウジリに大学バスケットボールでプレーする夢を追い求めてヨーロッパのトップリーグのチームに参加ことを許した。ウジリはナイジェリアを離れ、 ワシントン州シアトルのネイサン・ヘール高校で、ナイジェリア人の家庭にホームステイしながらプレーした。イングランド留学を経て、ウジリはノースダコタにある、短期大学のビスマルク州立大学に入学し、2年間プレーした。その後、モンタナ州立大学、ビリングス校に転入したが、1学期で退学して、イングランドに戻り、プロとしてのキャリアを開始した。 うじりはプロ選手としてのキャリアすべてをヨーロッパで過ごした。大学に進学する前に当時イングランド4部リーグだったナショナルバスケットボールリーグディビジョン3のソレントスターズで1シーズンプレーした。うじりのチームは20勝2敗の成績でタイトルを獲得した。大学卒業後はイングランドのダービーラムズで1シーズンプレーした。その後、 ソレントスターズに戻り、2年間ベルギーのトゥルネー、イスタンプイシュとヘーメルロイヤルズで短期間ずつプレーした。ロイヤルズでは1試合の出場のみであった。その後、ウジリはフィンランドの BC のケアで3ヶ月間プレーし、プレシーズンで2試合に出場したがその後エーブされた。最後にプレーしたのはデンマークだった。2002年にプロ選手としてのキャリアに終止符を打った後、ウジリは ナイジェリアでユースのコーチをしていた。ボストンで NBA のサマーリーグが行われた際にデビッド・ソープと出会い、大学のコーチへと紹介された。2002年にオーランドで行われたドラフトトライアウトへと若いナイジェリアの選手に同行した際にオーランドマジックのスカウト部長だったゲイリー・イブロコーの目に留まり、当時のコーチのドックリバースと GM のジョン・ガブリエルに紹介された。 ウジリは、その後、オーランドマジックのスカウトを無給で務め、必要に応じて、自腹を切り、可能な時には、スカウトや選手とルームシェアをしていた。その後、デンバーナゲッツの若手役員だった、ジェフ・ウェルトマンがウジリを、ナゲッツの GM のキキバンダウェイに紹介し、ウジリは、有給の国際スカウトとして雇われた。そこで4シーズンを過ごした後、彼は、 トロントラプターズの国際スカウト部長だったブライアン・コランジェロに引き抜かれた。2008年にはラプターズのアシスタント GM になった。2010年にウジリはナゲッツに GM 兼バスケットボール事業の代表取締役副社長として復帰した。この人事でウジリはアメリカのメジャースポーツ初のアフリカ出身 GM となった。 フランチャイズ史上最高の57章を記録した、ナゲッツのロスターの面々を集結させ、2013年の年間最優秀役員賞に選出された。これは非アメリカ人として唯一の快挙である。2013年5月31日に、ウジリは5年1500万ドルの契約を結び、コランジェロの公認として、トロントラプターズの副社長兼 GM に就任した。 ラプターズの GM としての最初の仕事として、アンドレア・バルニャーニをトレードで、ニューヨーク・ニックスへ放出した。ウジリの GM 時代は、ラプターズは、カエル・ラウリと、デマー・デローザンのバックコートデュオに引き入られ、2014年にプレイオフに、復帰した。2014年4月19日のイースタンカンファレンスのプレイオフ、ブルックリン・ネッツとのファーストラウンド第一戦前の、ファン集会で、 ウジリは、ステージから F ブルックリンと集まった監修に向けて叫んだ。ウジリは、第一戦のハーフタイム中に誤った言葉のチョイスだった。そこにいた子供たちとブルックリンのみんなに謝罪すると、謝罪し、NBA のコミッショナーのアダム・シルバーによって2万5000ドルの罰金を課せられた。2015年4月8日には、ワシントン・ウィザーズとのプレイオフシリーズ前のファン集会で、 ウィザーズのガードのポール・ピアースのラプターズには重要な何かが足りないというコメントへの返答として、ウジりはまたも監修に向けて、くれいほどどうでもいい、と叫んだ。NBA コミッショナーのアダム・シルバーは、ウジりに3万5千ドルの罰金を課したほか、ラプターズの組織にも2万5千ドルの罰金を命じた。ウジりは、今後はもっと注意深く、言葉をチョイスするとコメントし、謝罪した。 うじりの下で、ラプターズは、継続的に毎年プレイオフに進出するチームとなり、5度のディビジョン優勝を果たし2017から18シーズンには、イースタンカンファレンス最高の成績で、レギュラーシーズンを終えた。うじりの貢献により2016年には、フランチャイズ初のイースタンカンファレンスファイナル進出も達成し、うじりの契約は、球団社長へと昇格した。 彼の GM としての肩書きは、ジェフ・ウェルトマンに移った。2017年にウェルトマンがオーランドマジックに移った際には、ボビー・ウェブスターが、ラプターズの新たな GM に就任し、2017年と2018年の2年連続スイープでの第2ラウンド敗退を受けて、ラプターズのロスター改革を始めた。当時ラプターズは3年連続で、レブロン・ジェームズに率いられた。 クリーブランドキャバリアーズの手によって、プレーオフ敗退を起死していた。ウジリは、レブロン・ジェームズとキャブズによって2018年、第2ラウンド敗退に追い込まれた直後にヘッドコーチの、ドーェイン・ケーシーを解雇し、アシスタントだった、ニック・ナースをヘッドコーチに昇格させ、その夏にデローザントのトレードで、カワイ・レナードとダニー・グリーンを獲得して、注目を集め、トレード期限前にマルクがそれを獲得した。 レナードが2017から18シーズンの大半を怪我で欠場していた上に当初はロサンゼルスを本拠地とするチームのみをトレード先として希望していたのに対し在籍期間が最も長かったデローザンはファンに愛されていた選手だったためこのデローザンとレナードのトレードは物議を醸したしかしラプターズは2019年にフランチャイズ初となる NBA チャンピオンを勝ち取り レナードが NBA ファイナル MVP に選ばれたことでもよ、結んだ形となった。2019年に NBA ファイナルでの事件2019年6月13日、トロントラプターズが2019年 NBA ファイナルでゴールデンステートウォリアーズを下して4勝2敗で、シリーズ優勝を決めた直後、うじりはアラメダ軍のアランストリックランド保安官代理と口論になった様子がビデオに捉えられた。 保安局のスポークスマンであるレイ・ケリー巡査部長は、うじりがフロアに入るために、適切な資格証を提示しなかったと主張した。また、ケリー巡査部長は止められた際に、うじりが保安官代理を突き飛ばし、保安官代理がそれに応じる形で接触し、うじりが保安官代理を押し返して、顔に接触したと主張した。居合わせた数人とオラクルアリーナの警備員が、介入して二人を引き離した。 二人が睨み合う緊張感に包まれた後、ウジリは保安官代理に近づくのを制された。ラプターズのカイル・ラウリがウジリに近づきチームを祝うためにコートへとエスコートした。別のアングルからはウジリがコートに向かった後ラウリに腕を回しながら保安官代理の方向に向かって叫んでいる様子も見られた。保安局は事件のきっかけを記録した。 ボディカメラの映像を公開しておらず、ウジリが保安官代理を殴ったとされるときに、たまたま映像のスイッチが切れたと発表した。現場近くに座っていたウォリアーズのシーズンチケット保持者のグレッグ・ビーナーは、保安官代理が過剰な力で身体的接触を開始したと証言し、現場から10フィート以内に座っていた他の2人のファンも、保安官代理の主張に異議を唱えた。映像では、ウジリが手に、 試合の資格証を持っている姿を確認できる。しかし、NBA は、試合終了前にビジターチームが勝利した場合には、金の腕章をつけた人物のみが、コートに入ることを許されると、メディアへの注意勧告を発表していた。金の腕章の多くが、コート上のカメラマンや役員に見られたが、事件の際に、どの角度からもうじりの腕章は見られなかった。抗論の後、アラメダ軍保安局は、 うじりを暴行罪での起訴を勧告すると発表した。保安官代理は事件により脳震盪を起こしたと主張した。捜査は2019年9月21日に終了し、10月21日には保安局でうじりと彼の弁護士とテディ・ワイリー地方検事法とで非公開の会合が行われ、テレサ・ドレニック地方検事法は地方検事局がこの事件に関してこれ以上の措置を取る。 ことはないと発表した。2020年8月には、アランストリックランド保安官代理のボディカメラ映像が公開された。この映像で、うじりが彼の試合の資格証に手を伸ばしたが、試合後にコートに入るために必要な紫色のトロフィーの、資格証も金色の腕章も確認されていないうちに、保安官が2度うじりの胸を押す様子が確認された。この映像でうじりではなく保安官代理が、 物理的な接触を開始したことを明らかにした。2020年10月6日に、ストリックランドの弁護団は、ウジリからの訴訟に対する反訴を棄却する申し立てを行った。ズームでの審理が11月17日に予定されていた。ウジリは、ナゲッツのスカウトだった2003年に、バスケットボールの才能を発掘するために、非営利団体である、ジャイアント・オブ・アフリカを設立した。 最初のジャイアント・オブ・アフリカ・キャンプはナイジェリアで開催された。ウジリは NBA によるアフリカ大陸全体でバスケットボールを推進する国境なきバスケットボールプログラムの理事も務めている。また、ネスレミロがスポンサーとなっているナイジェリアのトップ50選手を対象にしたキャンプとナイキの協力を得て自身がスポンサーとなっているアフリカのビッグマンを 対象にしたキャンプも実施している。ウジリと国境なきバスケットボールについては、ヒューバート・デイビスによる2016年のドキュメンタリー映画、ジャイアント・オブ・アフリカで取り上げられている。ウジリは、ドナルド・トランプ大統領が、ハイチや彼の故郷であるナイジェリアからの移民について、声だめと表現したとされる発言に対して、遺憾の意を表明した。ウジリはトランプ大統領の発言は人々を、 勇気づけるリーダーシップを示すものではなく、トランプが言及した国々や人々に対して、不当なものであると述べた。2018年11月28日の YMCA 平和週間中に、ウジリは YMCA オブグレーターとロントから初の会長平和賞を授与された。トロント警察のデールスウィーフと巡査とメンタルヘルス、活動家のロイッツ・アーキーノの2人と共に受賞した。 2020年2月に、ウジリは、カナダのジャスティン・トルドー首相のエチオピアやセネガルを含む、アフリカ諸国への外遊に同行した。ウジリは、セネガルの首都ダカールでのイベントに、スポーツ事前団体、ライトゥプレイの代表として参加した。ウジリは、ファッションモデルのラマトゥ・ウジリと結婚しており、カナダ市民の二人の子供を持つ。ウジリ自身も、カナダの市民権を持っており、カナダ人として、 有効なパスポートを所持していることを明らかにしている。ありがとうございます。